おはようございます。特化塾の久保です。いや、昨日ねとっても嬉しいことがありました。それはですね、 YouTube を岡山でされている、山根さんがですね、222人のチャンネル登録者が出たんだよっていうこと。単純にね、チャンネル登録の数が222人でフィーバーしたから嬉しいんじゃなくて、このラッキーナンバーがね、山根さんのラッキーナンバーが2だそうなんですよ。この2がパーッと揃ったところを、嬉しくって動画をね撮ってくださって連絡もくださったということで、なんかね、こんな嬉しいことがあったんだよっていうのを知らされると、こちらもね嬉しい気持ちになりますよねってことなんですよね。皆さんいかがですかね。人の楽しいとか嬉しいとかね、良かったよって話聞くの嫌いではないと思うんですよ。でもね、世の中にはですね、人の不幸が好きな方もいるんですよね。もしくは例えば人がね、なんか SNS とかに記事書いたら、もういちいち突っ込んできて上げ足を取ってね、議論をしようとする人もいるんですよね。こういうのはね、どういう人がどういう人と繋がっていくのか、いろんなね人間関係があるもんですよね。はい、ところですね、最近私はね政治ネタが結構多いんですけども、政治ネタで YouTube をやると広告がつかないというね、そんなこともあるんですよね。その中でもね、今日は少しだけお話しようかと思うんですけども、ただいまね、予算委員会ではむちゃくちゃ変なことが連続して起きてるんですよ。でしかもね、私が気づいたところ、これは何年も前から起きてるんですよね。例えばね、森友事件なんですけども、森友事件も、明らかな公文書改ざんとか、隠蔽とか、そういうね、偽証とかした人が全く罪に問われずに、一般市民の籠池さんが、有罪になってしまうと。で、籠池さんっていうのは、その証人喚問を私も見たんですけども、とにかくね、印象を悪くするようなメディア報道がものすごく、続いてたんですよね。ですので、忙しくってダイジェストでニュースを見てる人は、籠池さんだけが悪いんだ、あの夫婦だけが悪いんだっていう風になりますけども、真相は全然違ってですね、今明らかになった証拠っていうのがどんどん出てきてるんですけども、籠池さんは松井知事とか、それから安倍総理とか安倍昭恵夫人とかにはめられたというね。で、口裏合わせるために多くの人が証言を翻したということがね、だんだん分かってきて、いや怖いなぁと思うわけなんですよ。しかもですね、最近の法解釈、これがですね、すごいですよ。検察のトップの人事なんですけども、こちらの方までね、政府が口を出してきて、要するに、安倍総理っていうのは、もしかしたらね、起訴されて、有罪になって、逮捕されて、もう、なんていうかね、とんでもないことになる可能性があるんですよ。で、検察のトップをすげ替えて、そうならないように、画策してるんではないかなっていうね、疑惑が強まったんですよ。で、その結果ですね、もう証言する人のもう話がね、もう毎日のようにくるくる変わるような、こんな恐ろしいことになってるわけですよね。いや怖いですね。いや本当にこれがね、ずっと続いてきたっていうのがこの我が国日本なんですよ。法解釈をどんどん強引に変えて、それに異論を呈する人をどんどんね消していったというね。で、今回 ANA クラウンホテルの騒動もありますけども、 ANA クラウンホテルっていうのは外資系の一般企業ですよ。この一般企業が安倍総理の答弁が違うんじゃないかってことをね、証拠を持って出したところ、圧力がかかってだんまりになっちゃったというね。いや恐ろしいですね。そんなことがある、予算委員会ですけども、今日はどういうふうになるんでしょうか。法治国家じゃないですよこれ。法務大臣がそんなことをしたなんてびっくりしましたよ。政府は先月31日、東京高検の黒川検事長の定年を延長するという異例の人事を閣議決定しました。検察庁法には定年延長の規定がありません。そのため政府は国家公務員法の規定を適用。ただ政府はこれまで国家公務員法の定年延長は検察官には適用しないと解釈してきました。先週12日、この従来の法解釈を維持しているかを問われた人事院は、現在までも特にそれについて議論はございませんでしたので、同じ解釈を突き続いているところでございます。ところがその翌日、安倍総理はこう答弁しました。検察官の勤務延長については国家公務員法の規定が適用されると解釈することとしたところです。法律の解釈を変更したと明言しました。同じ解釈を引き継いでいるとしていた人事院の答弁との整合性が問われることになりました。そして昨日、現在までも同じ解釈ですと、特にこれ、現在まで議論はございませんと、この答弁を撤回されますか。現在という言葉の使い方が不正確でございました。撤回をさせていただきます。なぜこんな間違いようもないことを言い間違えたんですか。つい言い間違えたということでございます。人事院は先週の答弁をあっさりと撤回しました。その上で森法務大臣は、解釈を変更したのは1月24日だったと説明しました。今日野党は、時の政府の解釈次第で制度の運用が変わるのは問題ではないかと追及しました。ある制度に関して解釈を変えれば、それが使えたり使えなかったり、
するということ、それが法務省の考え方ということでよろしいですか。それがまさに法の解釈でございまして、法の解釈は所管をする担当官庁が解釈をし、もし変更する場合には政府内の統一見解を得て解釈変更をするものと認識をしております。理論的にはまた解釈を変えればこの制度は使えなくなるということはあり得るということですね。はい、理論的には法律の解釈はですね、適正なプロセスを取り、所管省庁である法務省がそれぞれの法律を解釈する、今般は適正な手続きを取って政府統一見解を作ったものでございます。ただ専門家は法律の解釈は当然変わるとした上で、変更する合理的な理由が必要だと指摘します。一般の国家公務員の中、特に権力のある検察官というのを抜き出して検察庁法を作ったという、そういう法律の趣旨から考えて、単にそういう整理したから適用できるというね、その単純な問題じゃないですよ。義務免除を行うんだという規定を一文入れて、ちゃんと法的に疑義のないように、矛盾が生じないように法改正すべきなんですよ。これが本来の手続きです。この30何年政府で維持してきた解釈をね、はい、整理しましたから大丈夫ですっていうわけにはいかないんですよ。